スリーカードラジオ第45回目1月7日放送です。毎週水曜日に投稿しています。スリーカードとは小劇場女優の育成優里、頑張る明、佐世乃海の3人組がいろんなことにチャレンジしているユニットです。イエーイ、明けましておめでとう。明けましておめでとう。初髪、もっと早く噛んでるかもよ。確かにもっと早く噛んでるかもしれない。悲しい。さあ、2023年初のラジオじゃないですか。そうですね、初のラジオ。楽しいね。浮かれてるやついるな。45回目だよ、しかも。長いね。長いよ。3年目だもんね。そうですよ。そうよ、3年目に入りましたね。あら、私たちめでてえ数字だわ。そうですよ、高校一つ分だからね。中学も高校も。そっか、そうですよ、高3ってこと。そう、今高3ってこと。高3ってことか。卒業だよ、もうちょっとで。卒業するの3年で。怖いよ。羽ばたかなきゃいけなくなっちゃうからね。縁起でもないよ。大変だからね。はい、はい、じゃあ今日は何やっていくんですか。今日は椎茸占いをやっていくよ。イエーイ。椎茸占い、椎茸占い知ってた？知らん。その話してたんだ。知らんよ。そうだよ。だからなんか座組でこの前、うん、なんか椎茸占いっていうのをなんか普通に言ってたから、うん、なんかなんやその椎茸占いみたいな。知らないじゃん。知らないでさ、うん、椎茸占いだけ聞いたらどう思う？うん、何、花占いと一緒だったら椎茸を一個ずつさ取っては捨てて取っては捨ててって、やだよ。残った椎茸を見たら運勢が書いてあったりとかするのかなとか。なんか椎茸占いかなんかすごい怖すぎて。どういうものなのかなって。そう、みんな話してるから全然わかんなくて。結構メジャーだよね。名前は聞いたことある。知らんじゃん。動物占いぐらいメジャー。メジャーメジャー。マジで、あのニュースとかでやってんのよ、椎茸占い、うん、なんか占いのコーナーで、うん、なんか今日の椎茸占いみたいなので、うん、それで有名なんだよね、うん、マジで知らん占い、うん、だからちょっと楽しみです。で、2023年の上半期の上半期ねやつをね、みんなのやつを見ていこうと思うよ。はい、はい、二人はね、本当に何もう今月誕生日で同じ星座だからね。ああ、そうね、確かに二人のをまとめてみるという感じになるんだね。あ、そうか、なるほどね、一緒なんだもん、星座なのね。あきらちゃんから行くじゃん。私から見るかい。うん、うんうん、じゃあ私は9月2日なので乙女座です。なんかキノコいるな、ね、キノコいるな。やっぱ椎茸なんだ。そいつをボコボコにしてキノコの、はい、じゃあ、私が読む。あきらちゃん、あ、じゃああなたはってやりますかね、うん、はい、あきらさん、ワクワク。はい、2023年上半期、はい、乙女座は主役のバトンを渡される。お、私は勝負に勝ち新しい文化を作っていくよ。強い強いな。すごい。皆さんこんにちは、椎茸です。椎茸だ。2023年上半期の12星座占いを書いてきたのですが、これまで書いてきた、何これいる？今のはカットです。椎茸でした。はい、どうなるか言っていきますね。はい、うん、上半期のあなたの運勢、重圧からの解放と大勝負の時間。おー、2023年上半期の乙女座は重圧からの解放と大勝負の時間を表す金色が出ています。金色、いきなりプレッシャーがかかっちゃったら申し訳ないのですが、乙女座は近年まれに見るぐらいの勢いと追い風を受けて2023年上半期を大勝負の時間にしていきます。いつの間にか自分がリーダーシップを握るとか、うん、思いつきで言ったことが本当に実行されていくことになっちゃったなど、不思議な運の後押しもあるのです。いろいろな重圧から解放されたあなたはのびのびと自分の本領を発揮し、さまざまな奇跡を起こしていくのです。お、考え方は冷静に、でも行動は大胆に、うん、これまでにいろいろな山を乗り越えてきた、先のことが不安にしか感じられない日も多かった、でもそれよりも試してみたい気持ちが勝っていく。これまであなたは自分と戦ってきました。その戦いを経て2023年上半期は新しい挑戦をしていくのです。おお、すごいじゃん。というのが出ております。めちゃくちゃたくさん文章があるんですけど、これ全部読みます？
なんかのどみが思うピックアップ部分。あ、待って、いい、あ、いいぞ。本当か。はい、ピックアップ部分、変態デビュー。これまで説明してきたように、わかんないな、飛ばしちゃったな。あなたにとっての2023年はかなり激しく動いていくのです。うんうん、道に対する性の時間もかなり重要になります。ここ数年のあなたは、ただ人の群れの中に入っていて、ただロボット的にやるべきことをやって、成果を出していくことに対して違和感を強く持ってきています。それよりも自己満足ではもいいので、自分にとっての幸せな時間であったり趣味などゼロから自分で育成していく時間を作っていくことも大切になっていきます。はい、2023年上半期はやっていきたいこと、やるべきことが多岐にわたって やってきます。そしていよいよこの部分を動かしていくのかと、本命を動かしていくようなこともしていく。呼ぶの嫌いだな。一番ど真ん中にある本丸の改革もしていくのです。はい、だからこそ大胆さを一番大事にしてみて。思い切っての提案とか、なんだそれはバカかと笑われるぐらいのことを言っちゃっても良い時なのです。今まで通りじゃなく、これからの世界を作っていくための大胆な提案の方が尊ばれていくから、はい、誰かに否定されることを恐れず、これぐらいの範囲での発言が求められているんだろうなと先読みしすぎず、どうせならこれぐらいまでやっちゃおうよと大胆さを大切にしてみて。だってあなたは日頃の地味な行いもコツコツやっていく過激人間、何過激人間なんだから、過激人間ニコニコ笑いながら誰も突破誰も突破できなかった山を通り過ぎて行ってしまうんだから。はい、常識を振り切った提案や行動を、周りから足の引っ張り合いなどを振り切って、やりたいことをやり切ってしまう人を変態と呼ぶならば、2023年上半期のあなたは立派な変態デビューをしていきます。ほう、変な価値を受けたらですね、なんか言葉遣い面白いな。変な価値を受けたらですね、世の中に対して何もしていこうとしてない貴様より私の方が立派だと思うと言ってみて、誰かがチャレンジしようとしていたら一斉に余計なことをするなと言って袋叩きにしていく世の中の、どうしたのこの人。のぞみの国語力も試されている。今ね疲れてきた。誰かがチャレンジしようとしていたら一斉に余計なことをするなと言って袋叩きにしていく今の世の中の風潮もちゃんと変わっていくから、あなたは改革者に、そして開拓者になっていく。目の前の荒野を何もないと見るか、面白さしかないと見るか、あなた次第なんだから、全力でやりきること、全ての写真発見を面白がってみて。長い、疲れちゃった。なんかある他に。ちょっと見ていくせさんも、もう月ごとのアドバイス。1月が設計書の提出、2月新しい波のうねり、3月ラッキーって書いてある。3月ラッキー、玉石混合のチャンスとわちゃわちゃ感、なんだこれ、どういうことかな。まあ3月いいんだよ、うん、4月新しいカルチャーを受け入れて壁を突破する。5月次の風を起こしていくよ、改革じゃ。お、改革の5月、うん、よくやってきたね私だそうです。6月に自分褒めるのね。身になっていくってことかな。うんうん。1月がね、今後の方向性とか、これを軸にやっていくとか、ここを変える、ここを強化するなど、今年の大体の設計図を提出するイメージで、やりたいことにどんどん着手していくイメージです。うんうん、だそうです。2月が、A プランなのか B プランなのかとかね、なんかはっきり決まってくるみたい。うん。で3月はうおーと気合が入って、自分の中での最大出力を出していく感じで、仕事やプライベートを駆け抜けていきます。ほう、なんか〇〇さんに会ってみないとか、あなたこれやってみないとか、周囲があなたに興味を持ち、チャンスの話が持ちかけてくることが多くなったりもします。だ、直感の働きも良くなるので、あ、この話はやった方がいいとか、自分の主観でやって大丈夫みたい。うんうんうん。で4月は受け身じゃなくて強気オンリーでやっていけと。で5月が新しい風を起こしていくよ、改革じゃ。一定の成果が出るみたい5月で。うん、一歩前に出てみることを、
やってみたりとか、私それ興味ありますとか少し大きめの声を出すことも心がけてみることいいね。あー、はい、5月か。そうね。で6月がよくやってきたね私力を込めなくても適当にやってればなんとかなるみたいな奇跡も起こりやすいだっていい季節だな。すごいね。まあこんな感じですね、あきらちゃんのあれは。ありがとう。私全然日本語読めなかった。バーって読んで他にあるなんか大丈夫乙女座なんか。あ、でもザクッとそんな感じ、うん、そんな感じだったよ。じゃあ2人のを見ていこうかね。ヤギ座、はい、ヤギ座、ぶっつけ本番でやったことのない未来に挑戦。ごめん、でも自信あるわ。強っ。だってすごい。では見ていきましょうね。はい。上半期の運勢は新しいスタート兼クライマックス。終わった。終わるね。終わるのか。お、2023年の上半期のあなたなのですが、うん、研いできた牙をむき出しにするぐらいの激しい本気を出していきます。先を見据え準備をしてきたことや、次の自分が本気を出していくために舞台を用意してきた。誰かに頼るのではなくて自分の手で次の未来を作っていく意思や姿勢を持っていく。かつてないぐらいあなたは本気だし、大変なタスクをやり遂げていくだけの気合も備わっています。すごいね。もう新しくスタートしていくことがいきなりクライマックスを迎えるぐらいの急展開があるし、変な話予測があまり役に立ちません。なんだって。毎日がぶっつけ本番になっていくのですが、あなたにとっての2023年の上半期は新しい青春 ×50 くらいのめちゃくちゃにわちゃわちゃして楽しい忘れられない時間となっていくはずです。すごい。だって、やばいな。 ×50 困るね。なんてすごい、駆け抜けるやつだ、ね、なんかすごいイケイケだね私たち。っていうかなんか全体的に多分わちゃわちゃしてんだろうね2023年が。なんかねすごい動き出す、動き出すんだ。うん、感じらしいですよ。そういう年だね。でヤギ座の皆さんはですね、はい、2022年、特に人間関係や環境の大きな入れ替え現象が起きていたそうです。やだ。2022年にね。あーね、入れ替え現象が起きているそうです。はあ。うんうん。だから同じ枠内同じグループの中で語り合ったり、同じ方向を見つめていた者同士がそれぞれ違う方向に行くというようなこと、本能的な動きが2022年にありました。 あったね。うんうん。なので2023年の新展開の急な活動に備えて、あのそれぞれ必要な選択をしていくという流れが必要だった2022年だったそうですよ。なるほど。大変だったな。うんうん。ね、なので最近のヤギ座さんが同じ温度感の人としかいられないみたいな現象も強く起きていたそうです。なるほどなるほど、うん、思い当たる節がたくさんありますね。そうですね。あったようです。あったようですね。はい。そうそう。なのである種こう親衛隊とか少数制主義みたいな濃さしかない人間関係を採択していくようなことがあったそうです。はい。そうだね。うんうん。なのでそうそう、いろいろなことに対して悠長な時間を取っていくのが本当にもったいなく感じられるようになっていく。そうですね。心当たりあるね。ね、あるね。でもこうやって読めればよかったのか。うん。占い。ザクッと読んでピックアップだけしていく。うんうん。ありがとう。でも。もっと頑張ります。2023年は。もっと、あ、これですね。クライマックスと呼ばれている理由、はい、うん、これは2022年から継続しているのですが、これまでの10年の物語が終わっていき、これから先の10年の物語が始まっていく予感が起きているからだそうです。ヤギ座のあなた。うんうん。だからこれから10年続いていくことにふさわしくこう耐えていけるように周りの物事や全ての出来事を作り直していきたいと本気で考えているから、こういうことが起こっているそうですよ。なんかめちゃくちゃ合ってるね。で、ヤギ座、ヤギ座は他の人にはわからない自分だけが面白いと感じる価値をとても大事にする人です、はい。うん。よく、なんであなたはそんなことをやっているのと指摘されることも多いけれど、私にとってはこの習慣はすごく大事、面白いからという面白さを理解して大事にしている人、うん、ヤギ座の方。なのでこのリフォーム活動、2023年の上半期に動いていくことも、自分が面白いとしている大事にしてきたものすらも改革していきたいっていうことなので、うんうん、自分の大事なものをぶっ壊す1年ですね。やだ、今年捨てられない、壊せないタイプの人間なのに。いやすごい、なんかでも壊していこうっていう気持ちはあったから、うんうんうん、すごい。なるほどね。すごいフレーズで、妥協はいらない、情もあんまりいらない。あー情に熱い人たち
やでもそうね。ね。ぶち刺さるね。刺さるね。うん。ああすごいねすごいね。温度感が合わないもの、話が通じない人については勝手に弾いちゃってます。時には心を鬼にしてください。うん、泣いてる。でも全然もう私より読むの前はちょっと落ち込む、それが、うん、大丈夫、一番国語力はあるから、あの普段置いといて、辛い。普段置いてかれちゃった。もうちょっとアキラのこと言ってあげたかった、本当伝わった、私の占い。うん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 混乱混乱を極めて、ほらやっぱり、はい、次に行きますよ、頑張りたい。はい、お、ヤギ座さん、偉業を成し遂げる。ヤギ座って本当にどの人よりも愛らしい人間臭さがあるのです。あ、でもそれはわかる、私はめちゃめちゃわかる、二人はそういうところがある。うんうん、そうそうそう、ある分野においてはめちゃくちゃに優秀で人の何倍も働くくらいの推進力を持っているのに、休日に行った旅行先で土産から荷物から携帯電話まで全部忘れてきたみたいなことをよく起こすヤギ座さん。財布落としたわスイッチのオンとオフが天国と地獄ぐらいにやばいヤギ座さん。おー、2023年上半期のあなたには弱点らしい弱点が見当たらない。ヒュー、うんうん、冷静さ、計画性、自分が今何をやらなきゃいけないのかが分かっている。客観性や挑戦、淡々とやっていく中にこの部分絶対妥協できないよなという信念、これからもいろいろと教えてください、ありがとうございますと言える謙虚さ、今できる最高の計画をして最高の挑戦をしていける1年となります。いや嬉しいな、できるかな、できるよ。だから弱い自分を少し脇に置いていく、い私は強い、運が良いとちゃんと信じていく、そういうことで偉業を成し遂げていける1年だそうです。なるほどね、弱さを捨てようという1年だ。はい、頑張ります。捨てます、うんうん、捨てます。恋愛も聞いとく、あ、聞きたい聞きたい、うん、うん、ってそれだけ聞きたい聞きたい。おー、2023年のヤギ座の人間関係は新しい地層が始まるぐらいの進展の中にいます。進展すんの、何と、ファンとかな、懐かしい過去に戻っていくのではなくて、知り合いゼロからでも構わんから前に進んでいくの方が良かったりします。うん、なるほど、うんうん、あなたが付き合いを求めるタイプは本気で変わる気がある人、本気でアップデートをしていく人です。そういう人となるほどが良いらしいですよ。まあ、そういう人はいいだろうな、そりゃ、うんうん、それはいいだろう。ああ、ヤギ座がこの時期に好きになる人は、なんでそんなことに興味を持っているのとか、なんでそんなことを知っているのと驚いてしまうようなオタク的専門性を持っている。オタクかな、縁が深まるのでレーダーで探ってみてください。ちょっと私オタク友達ってこと、歌プリ男子いるわ、歌プリ男子じゃない、そういうこと、うん、やばいね。でもそしたらなんかやだね、お二人してツアー行くんでしょそれはそれで楽しそうだけど、だ、ね、縁が深まるらしいよ、マジか。あ、でこれが月ごとだね。はい、1月お正月気分最高、イエーイまずあなたにやってほしいのが、ちゃんと長めのお正月気分を味わうことです。マジか、うんうんうん、そうそう、2022年本当に激しい二転三転した状況を味わったから、少しのんびりすることが絶対に必須。わかりました、うんうん、休みます。私たち1月大変だよ頭を使わないでぼーっとしたり、大人の仮面を自分が脱いだり、なんかゲームに夢中になったり、気にせずにお友達と話したり、お出かけなんかもしてみてだそうです。引きこもりて何もしたくない。なるほどね。で、1月が後半になると背筋がピンと伸びる報告であったり、新しいスタートを予感する話が結構届いてきたりするようです。うん、2月は新しいスタートの準備、うん、で3月にきっちり計画やアイディアを、ね、詰めたり、そういうことにする月間にするのが良いそうです。そしてあれだよね、3月、うん、そう、3月にラッキーだったよね、うん、そうだね、アイディアをきっちり詰める時期だね。うーん、で4月にラッキー、4月がラッキーだね、4月がラッキーか、うん、新しい世界来たるの金色が出ています。金色、4月に、4月入学式だ卒業しなくちゃいけないよ、スリーカードとしたらお、5月勝ちパターンに乗るのシルバーが出てる。へえ、ね、
4月ぐらいからどんどん動き出していくって感じだね。なるほどね。ふん、お、ほうほうほう、ふーん、なんだよなんだよ。6月、スーパー未来思考、計算では読めない部分がヤギ座にはあったりします。ふんふん、6月のあなたは愛を持っていろんな出来事を受け止めるみたいな感じで、その何でも吸収していきましょう。はい。ふんふん、なるほどね。頭の良さに嫌な予感を感じた人に対してだけは注意して。頭の良さに嫌な予感、この人変に頭がいいな、言うことがまとまりすぎているとか、あ、そういう人には注意して、ね、そういう人を近づけさせないように注意。不器用ぐらいがちょうどいいです。なるほど。だってなるほど、ね、もう思えたる人が一人いたんだので、もう絶対に近づきません、ね、近づかせないようにしてください、はい、もう近づきません、気をつけな、はい、だって、はい、はぁ、なるほどね、なるほどね、いやー、いや、こんなところみたいですね、はい、ありがとうございます。私、あきゃちゃんのやつ一個な、恋愛運とかちょっといくせさんに読んでほしい、うん、とか、まあ、あとは私が読めてなかったところとか、ちょっとアキラに私の国語力がゼロのせいでアキラに運勢が届けられなかったらシイタケに怒られるのでちょっとお願いします。イクセさん、ちょっと待ってね。あ、2022年の話したっけ、2022年の話したっけ、してないか。アキラの2022年は、変革を迫られた2022年だったみたい。大きな変化が嵐のように感じられた1年になったかもしれません。後から振り返ってみても、あなたの2022年は結構あの時の変化は大きかったし、焦ったよねと周りと言い合うくらいに大きなものになりました。2022年にあなたの元を訪れた天気は、今まで通りとか小さな路線変更に対してストップがかかり、全く新しい道の開拓や大きな路線変更や環境の変化を余儀なくされるような変革を要求してきたかもしれません。その変革を待ってましたと受け取った人もいれば、え、全然準備できてなかったしやっていけるかどうか心配と感じられた人もいたかと思います。でも激動の2022年を迎えたことで、あなたは結構どこでも苦労していけちゃう開拓民としての適性とスキルを手に入れたのです。2023年上半期、あなたは誰かが作った舞台ではなく、ゼロから自分たちで舞台を作っていくところから始めていくのです。で、本領を発揮していく舞台が整ったみたいなので、2023年の上半期は本当に運命とも呼べるような不思議な風が吹いてきて、あなたが本領を発揮していく力を手助けしてくれます。いきなり口が悪くて申し訳ないのですが、この時期のあなたからは、ありがたかったけどその人がいると自分のやりたいことができなかったと感じてた人がいなくなったり、あなただけが背負っていたような重鎮なども不思議と解消されていく流れが出てくるみたい。空き家を DIY で改装して全く新しい家作りをしちゃうみたいなことを、あなたは自分のリアルな世界でやっていくのです。おお、みたいだね。開拓時代、そうだね、開拓時代だね。乙女座は遠くにあるものや人と強い縁の結びつきができて、ここにはなかったものの影響も強く受け、それぞれの文化をシャッフルさせていく役割を強く持っているのです。難しいね。じゃあ、仕事運、新しいカルチャーの波に乗っていく、あなたのテーマです。この2023年上半期の乙女座の仕事運や環境は、一つの大きな地殻変動期を迎えています。読めなかったんだ、怖がる必要なくて、今まではこういうやり方でやってきたけど、これから新しい時代の波に合わせてシステムか変革も含めていろいろやっていくからよろしくみたいなことが仕事で求められてきます。みたいだね。なんか自分が伝えたいことを30秒以内でまとめて言う訓練みたいなことをしとくと、すごく表現力が武器になっていくみたい。へえ、なるほどね。恋愛運、お、いきます。 OK。 異文化コミュニケーション、ほう、え、外国の人と異文化コミュニケーション。あなたのテーマは異文化コミュニケーションです。2023年上半期の乙女座はやはり新しいカルチャーの波がやってくる流れがすごいです。恋愛面や人間関係でも、もはや私は違う国に留学しにやってきましたくらいの心構えを持っていた方がうまくいきます。
うんうんうん、難しい心構えだな。難しい心構え。この時期あなたと縁が深くなる人はあなたとルールやカルチャーが違う、でも協力し合える人です。だからこそ尊重と自己主張はセットだと思っていてください。仲良しとか波風を立てないことを人間関係で一番大事にするんじゃなくて、言わなくちゃ伝わらないの原則を持ってぶつかるくらいの気持ちでやっていく。はあ。恋愛面に関しては1回目でそこまで好感を持たなくても、仕事や会話の中でこの人は自分の好きなものに対して幸せそうに話すなとか、その形でお互いに好感を持っていくことが多かったりします。なるほどね。あなたが好きなこと、好きな時間、今ハマってることなど、そういうことを、いやーこの時間がたまらんのですよねと説明できるようにはした方が良い。説明できるようにしておいた方が良いかもしれません。なるほどね。一方でお世話になった人とか、いろんなことを教えてくれた人とか、あとパートナーに関しても独立的な動きをしていくことが多いです。あとはあなたに任せたみたいな感じでバトンを渡されていくことが多いです。なんかあったら話聞くよとか、それだったら私はこういうお手伝いができるよなど、自分にできることを伝えてあげたりもよかったりします。いつも以上に人から教わることが多くなっていくみたいですね。はい、こんな感じです。ありがとうございます。やはり育成さんはすごいな。全然だよ、すごいね。これが椎茸占いか、味わったぞ、うん、みんなで、アキラが変革を起こして作る時で、私たちは22年にはもういろいろぶっ壊してたから、次の10年のために10年のために23年はこうやっていく時だね、うん、ゼロからゼロからスタート、もう壊した後私たち、うん、なるほどね。22年壊してでアキラは DIY する。なるほどね。作るんだね、大体。私たちは強気にいけと。そうだね、いい年ではあるんじゃない、ダメだスリーカードとして。まあね、うん、でいければいいですね。壊したね。そうだね。いろんなものね、いろいろ刺さってんな。刺さることが多かったみたいな、ね、刺さったな、ことが多かったみたい。はい、はい、こんなところで終わりにしますかね、うん、みんなもやってみてね、はい、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。ではでは、また次回も見てね。バイバーイ。バイバーイ。